みなさん、こんにちは。西川瑞希です。今回はじゃん、こちらのマジックカーラーを使った横流しふんわり前髪の作り方の紹介をしたいと思います。基本的に最近は前髪を短く切ってることが多いので、こう下ろす時が多いんですけど、たまになんかファッションとかで大人っぽくしたい時とかは流してふんわり見せるんですけど、なんかどうやってその前髪やってるのっていうコメントを結構いただいていたので、今日はそれを紹介したいと思います。この前髪をこう下ろしてる時も、私は薄めのカットにしてるので流れやすいっていうのもあるんですけど、結構重ための前髪のカットの人はもしかしたらやりにくいのかなって思うんですけど、でまず分けたい方に少しこういう感じで流します。でマジックカーラーを選ぶときは何でもいいんですけど、こういう短めの毛がある人は1個こういう細めのものがあると巻きやすいです。まず最初に流したら表面の毛を上に寄せておきます。で中の毛を取って、はじめは細めのマジックカーラーでこういう感じで巻いていきます。くるくる。そしたらこの上の毛を取って、次に上の毛はこう少し太めのやつでくるくるって巻いていきます。こんな感じですこれでちょっと時間を置いたりとか、あと急いでる人はこの上からドライヤーでガーってかけると早かったりとか、あとはこうやりながらメイクするとか、メイクでしてメイク終わった後に外すとか、そういう感じでやると早めに巻きが作れるかなって思います。あと私は下の毛を巻いてる間にこういう感じでマジックカーラーしておいて、巻き終わったら外す感じでやってるんですけど、だいたい10分から15分やっとけば結構しっかり跡がつくので、跡がつきやすい人とかは5分ぐらいでも全然平気だと思います。では外していきます。まず下の毛をパッと、このカーラーをつけとくことでこの中間がふんわりするから、ふわっと見えやすいです。この上の毛がふんわりするので、この目の上にこうかかって、ここの境目を自然に見せてくれます。でこっちの毛とか耳にかけたりして、あと気になる人はこの上の毛とかを少し巻いてあげたりするともっと馴染みやすくなるので、こういうところを巻くのもすごくおすすめです。こんな感じで簡単にマジックカーラーでふんわりな前髪、流し前髪ができるので、ぜひ皆さんもやってみてください。多分こういうのは普通の薬局とかで全然売ってるので、チェックしてみてください。では西川瑞希でした。バイバーイ。皆さん今日の動画はいかがでしたか？下のチャンネル登録ボタンから登録お願いします。